やい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 やそうですね。はい、そうですね。はい、はい、はい。思い出の砂浜と。泣いてないですね。途中までしか。岬の先の一つ、先のところまでは、入ってるところ。今度会う日までの惜別の時。今日からワールドカップが、あ、ですよね。開幕。そう。開幕日はあれなんですよね。シアとどっか試合なんで。ああ、21日か21日なんですよね。日本は。日本は確か10。あ、10日ですか。一番最初コロンビアで。ああ、そうですか。ああ。好きなんですよ。家族あげて、応援してね。家族あげて。ダメですか？時、いい時はもう素晴らしかったんですけど。なるほど。なるほど。なるほど。どうなんだろう。どうなんですかでも。まあ。なんだ、周りが良ければ香川行けるのかな。行け、うん、やっぱりこの前のあれは、ね、結構良かったですよね。結構いい動きっていうかしてましたもんね。あれ見てました、リアルタイム。いや、録画で。あ、そうですか。後半。ああ決定的なチャンスを、決定的なチャンスを、なるほど。まあ、いいね、いいね。犬にも外しましたからね、この前ね。香川のアシストを。ああ、まあ、ね。そう、あれ、大きかったな、ちょっとね。まあまあ、まあ、そうですね。その後、そうですね。ね。あ、いける強さ。ああ、なるほど。大事ですね。ああ、あれなるね。海が出てなくて、誰も仕掛けないから。仕掛けないですかね。結局あちこちあちこちパス回して取られてっていう。そうですよね。シュートまで行ってほしいんですよね。ああ、うん。まあ、向こうには結構脅威ですよね。そう、されちゃうとね。はい、入んなくても。そう。多少強引でもシュート打つっていう。そうね、そうですよね。うん。あそこ出てますね、もう多分そこですよね。市川来た。そこから。そうですね。自撮り場はこれ案内しないんで、でもなんか入れたら案内してくるのかな。滲ませて。
綺麗に輝く千鳥町の空に今再びに輝く未来さらば思い出の砂浜と肩を組んでたあの友らにと今度会う日までの赤熱の時さらば思い出の砂浜と肩を組んでたあの友らにと今度出会える日までの赤熱の歌。いや、これがあの6月2日だからまだ1週間ね、全然撮ったんですよね。Thank you.
ですね。ここはありましたね。ここはありました。ありました。ありました。ずっと前からありましたね。ここまではずっと前からできてた。そこが今のところですね。そうなんですよ。今度会う日までの
赤熱の歌